はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回は、中ランクバトルに参加したいと思います。編成はまあこんな感じです。ボアさんのサンダーとオルカン、フューリーさんで、何でしたっけ、トレビュー3つ、この機体名は分かりませんが、ピナタさんとサンダー、そして最後にライノさんで、タラマグと呼ばれてるやつですね。タランさんとマグナムさんを2つつけていきます。ライノさんの使い方がね、まだまだ下手くそなので、頑張ってやっていこうと思いますので、一番初っ端にライノさんいきます。味方でライノさんがいればいいんですけども、いるかな。あ、いた。あ、全く同じ装備ですね。この方についていこうと思います。中央突破っぽいですね。あ、すごいですね。足の速度が若干僕の方が速い気がするんで、レベルはもしかしたら私の方が上かな。この方はグリフィンですね。いけそうですね。どうしましょうかね。こういう迷いが、でこの方確かそうですね、ミサイルなので早めに仕留めたいんですけども、パットンさんでしょうか。足が速いのできついですね。つけない。ついていくとか言いながらかなり突っ込んじゃいましたね。結果オーダーでしょうか。見てー、やられました。じゃあボアさん行きましょうかね。あ、声が小さいっていう指摘を受けましたね。小さい理由はいくつかあります。まあもともと声があまり大きくないっていうのと、自分の喋りにね、自信がないんですよね。だったら喋るなよって思うかもしれないんですけど、まあ喋らないと喋りが上手くならけばない、上手くならないのでね、その辺のトレーニングを含めやっておりますので。よし、勝ちました。意外と早いですね。3分4分経たないぐらいです。ゴールドは、あ、ダメージがあんまり与えられてないですね。うん、うん、まあまあですかね。お、タスク達成です。 K ロボットで35万ダメージ、8つのバトルで勝利。この編成じゃきついですね。まあでも動画中はやらないで後でやります。ではもう一度、
ライノさんね、やっぱり突っ込んじゃう癖があるんでね、そこを直しながらやらないとですね。うん、ではもう一度ライノさんからいきます。またライノさんがいればいいんですけども、ああ今回なんか微妙、見方がちょっと不安ですね。きついかもですね今回。わお、びっくりした。誰かが行かないとなんですよね。どうしようかな。やだな。あー吹っ飛んだ。すごい吹っ飛び方をした。あー間違えた。あーライノさん今来ますか。彼ですね。彼を何とかしよう。当たったか、違う人に当たったのか。開いたー。よし、一個壁に当たってしまった。なってしまった。よし、どうしようか。まあせっかくだし買いますか。ボアさん行きますか。ボアさんもうちょっとで、レベルが8になるんでね。そしたら少し期待
どうしましょうかね。突っ込んじゃいますか。お、ストーカーさん。よし。ああ、こっちはまずい。ジェシー。ああ、ダメかー。残念。やばい。フューリーさん引っ込めるの早かったかな。不安だな。これで一気にビーコン5個取られちゃうとか。うん、ないと思うんですけど、ちょっと怖いですね。おー、すげーですね。よいしょ。ああ、早かった。全然遠かった。ああ、やられた。まあでも、もう終わりますね。この後はビーコンでしょうか、ダメージでしょうか。おお、意外といきましたね今回は。うん、いいんじゃないでしょうかね、こんだけいければ。うん、ライノさんはよう勉強ですね。難しいですね。まあ、ボアさんは足が速いんでやっぱり使いやすいですね、ゴーレムさんに比べて。まあ、あとはこのオルカンですね、レベルを上げようか悩みますね。やっぱりゴールドを稼ぐなら低ランクバトルにまだ行ってるんでね。ちょっと考えてます。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。はい、では失礼します。